こんにちは、シーバードです、今日も僭越ながらヒデさんのギターを弾かせていただきます。今日はですね、X のジョーカーをやっていきたいと思います。まあ、リフがメインのすごく軽快なかっこいいギターなんで、ぜひ皆さんやってみてください。では早速ですね、イントロからいきたいと思います。これがイントロの前半になります。最初がですね、6弦の2フレットのハーフチョーキング、始まって開放、6弦開放から2、4で5弦の開放と、5弦の開放の時には4弦の2フレット、これを2回、5弦の4、2、4、2、0、2、でまた6弦開放、6弦開放の時には5弦の2フレット、ここが4弦の012、4弦の012から5弦、5弦の開放、開放から2をプリングで、6弦の3に行きます。で最後は開放、6弦開放、終わった後、最初1、2弦の開放を、1、2弦の開放の後に人差し指で1弦の10、2弦の12で、1弦の9と2弦の102弦1弦2弦2弦、で1弦12と2弦の14、2回繰り返します。ちょっとスライドでこうスッてやった方がかっこいいかもしれないですね。で最後がで1弦の12、2弦の14、最後が2弦の12、
ントロの一番最後なんですけれども、予言の542、予言の542、語源の542、六弦の3のハーフチョーキングで、五弦の2で、また六弦の3に戻って開放できます。というふうな A メロに行きます。で、 A メロなんですけれどもの開放の一番最後、開放になるところから、というふうな感じになります。開放の時に語源は2フレット押さえてというふうな感じで薬指と小指が動くんですけれども、開放を鳴らしながらというふうな動きです。人差し指で2フレットを押さえて、薬指で4、5弦ですね。また離す、というふうな動きになります。で、次、五弦の2と四弦の4で、六弦の3、4、五弦の2、6弦の3210で34で、また開放と5弦2フレットに戻ります。というふうな、で、 B メロに行くんですけれども、A メロを2回繰り返して、5弦開放と24弦の2です。6弦の320、5弦の754ですね。が B メロになります。 A メロからいくと、一番最後ですね、パワーコードでルートが9、5弦9で12で14っていうところで終わってサビに行きます。じゃあもう一度 B メロやってみます。ちょっと B メロゆっくりやってみます。サビに入ります。サビはですね、
最初がですね、パワーコードで、E のパワーコードですね、5弦の7のルートで A、 5弦の開放と4弦の2フレット5弦の420が、5弦の2のパワーコードで6弦の3、4、5弦の2、6弦3、4、5弦の2で6弦の3、2、1、0で一度やってみます。チャッ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 というふうな感じでまたイントロになります。でイントロは先ほどと同じなんですけれども、最後が若干違います。っていうふうな感じですね。2回目の A メロに行く前に5弦の2のパワーコードで6弦の320これも原曲聴いてもらえば分かると思うんですけれども、ブラッシング2回目の A メロは この後は一緒なんですけれども、入りだけで6弦の3をクォーターチョーキングですね、若干チョーキングして感じでまた A メロに行きます。で B メロ行くのも一緒です。でこの後の最後も一緒です。サビの入りだけ1回目と違います。パワーコードで19、7、この後は一緒ですね。でまたイントロに戻ります。という感じでソロに行きます。でとりあえず前半はここまでという感じになりますので、続きは後半でやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。